をもっと楽しくデザインのコンセプトに、何でも作ってどこかへ行けたくなるスーツケースをモチーフに向かい、エクステリアが全然以上の色の丸みやサイドのスピーチを、そしてインテリアはまさに使い込むほどの愛着が湧くスーツケースのような遊び心あふれるデザインです。お出かけする時のワクワク感を演出しています。そしてその実現したのは、毎日の使い勝手と便利さに、デートまでこだわる広々空間。パパは長時間運転してもストレスを感じない高い印象。お子さんやおじいちゃん、おばあちゃんの乗り降りしやすい低い人は、大きな両側のガードドアはもちろん、後部シートはバーアクションで格納の浮きができるなど、使いやすさを追求しました。と全身と同じ解説していたもの、サーキュレーターやアクセサリーリフトなど、パーに乗る人だけでなく後部席に座る人の快適さと楽しさにもこだわりました。さらに乗る人みんなの発売をサポートするため、安全性能にも徹底的にこだわりました。予防安全として引き続きセーフティーサポートに対応、前方の衝突被害を低減するストーブレーキ、デュアルストーブレーキサポートに加え、後方のストーブレーキ、後退時のレーキサポートも導入しています。また前方に合わせますヘッドアップディスプレイを搭載、標識認識機能により進入禁止の標識を認識して表示します。さらに前方の車両カメラにはエンジン始動時の車両修理を確認できる 3D も搭載しています。もちろん環境への配慮も忘れていません。毎日のドライブが使いやすいマイルドハイブリッドを搭載し、軽ハンドワゴントップクラスの低燃費を実現、毎日の使用からちょっと遠くへのお出かけまで家族や仲間の楽しく使えます。ワクワク出かけたくなる一台です。そして、もう一つの魅力が、あちらのスペシャルライトのコンセプトは、軽装車とは思えない圧倒的な迫力と存在感をデザインで表現したコンセプトがあります。軽ハンドワゴンとスカイダッシュの中に、ラグジュアリー&ゴージャスなデザインを組み合わせました。迫力のある顔つきと目力の強さ、低くどっしりと構えの姿勢、ダークの面を散りばめてインテリアや黒を基調とした質感の高いインテリアにより圧倒的な迫力のある存在感を保持しています。いかがでしたでしょうか。実証からお出かけ、レジャーまで家族や仲間との道路を楽しく変えていく軽ハイドワゴン、ベースコンセプトと軽ハイドワゴンを使い勝手に圧倒的な迫力と存在感を実現した全体獲得コンセプト。